チチチです。どうもこんにちは。お上手オーシャントラベルを運営しているさやかと言います。私実は水中で写真を撮るのが結構好きなんですけども、一眼レフを水中に持って行って撮影するためのハウジングをちょうどですね、昨日納品されまして、つい先ほど全部開けてみました。で、結構水中でダイバーで水中で撮影したいなって思ってる方でも、一眼レフのハウジングの取り扱いって難しいんじゃないっていうのがあると思うんですよね。なので今日この場を借りて、私もこれから勉強するところなんですけれども、一緒に、組み立て方とか、一眼レフの水中ハウジングってこんなもんなんだみたいなのをなんか伝えられたらいいかなと思って動画作りました。自分を動画で撮るのは初めてなので、ちょっと緊張してるんですけども、頑張ります。今回使用するのは、これだけかな？で、動画数回に分けて配信しようと思ってますので、まず最初は、これ。ハウジングから、見ていきたいと思います。ハウジングなんですけど、こんな感じの、ケースに入ってきます。かっこいい、かっこよくないですか。じゃんじゃん、こんなやつやばいね。で、よいしょ、ちょっと横に寄って、中になんかこうメッシュになってるんですけども、中にで取り扱い説明書と、なんかいろいろ入ってますね。あ、ピックも入ってます。これはよいしょ、ここに書いてあるものがあるかなっていうのを確認したいと思います。スペアのオーリングリムーバー、これですね。ギターのピックみたいなやつ。あとはオーリンググリス、これと、あとは電池なんて入ってないよね。とりあえず後回し。わ、すごい、六角レンチセット、こんなのも入ってんですね。で、ハウジングボディキャップ、これのことかな。キャリングバッグ、トリセツです。で、ハウジングの開閉方法、ジリーン、ハウジングの開閉方法いいかな。フロント側を下にして、平らな面、ハウジングの左右にあるインナーロックレバーの、まあこれっすね。これ、この赤いポッチをグッと押しながら、あら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 、ガチャッで開ける。おーおお、これすごないですか。やばない？これすっげえ、これすごくないですか。これはね、一眼レフ用のハウジングってすっごい高いんですけど、なんか高いのを納得しました。そういうことか。次がリークセンサーを確認せよということで、これか、電池ってこれのことですね。ここ丸ボタン電池と、実はここにも1個2個入ってます。見えるのかな、見える、これとこれね。接触な、これなんかね、
挟まってるんですよ、あのボタンのとこに、あのねオンになっちゃわないように。いいや、抜けばいいね、抜けばいい。で、リークセンサー、オンとオフ、オンとオフ、これか、こっちか、こっちの蓋側の方のここにオンオフってあって、これがリークセンサーのスイッチになるそうです。あのリークセンサーってこのノーティカムのハウジングには標準装備でついてるんですけども、万一水中の中でハウジングの中に水が入ってしまった場合、あのいわゆる水没なんですけども、水没した場合このリークセンサーは光って教えてくれるそうです。でオンにしてみました。あ、ほら 青いのペコペコペコで、青いのが点灯し、5秒後にゆっくりと点滅を開始します。あ、開始してますね。で通常は、これが通常、湿らせた綿棒でワイヤーを触る。見えますかね、見えんのかな、ここに2本ちょんちょんってあるんですけど、多分これのことですよね。綿棒濡らしてきましたよ。これをやばいやばいというふうに教えてくれるらしいです。水分が拭き取り終わったら5秒くらいで今のアラームが消えましたね。はい、消えました。あ、ってことはちゃんとセンサーがちゃんと作動してるっていうことが確認できました。取ったらオフにします。じゃあカメラのセッティングをやっていきたいと思います。まずカメラ本体からアイピースやストラップなどのアクセサリーを外し、電源をオフにします。ストラップはついてないし電源オフになってます。アイピースっていうのはですね、ここのこの丸いやつのことなんですよね。でこれなんか普通にやると外れないんですよ。けどここの左上のこれをピッてやると分かります？あの何閉まったの窓が。こうすると外れるらしいんですよ。外れた。でまた再びパチッと開くと。それからカメラ固定プレートのロックレバーをオープンの方向に回してハウジングから取り出します。どういうこと？多分固定プレートってこれのことだと思うんだけど、ロックレバーをこれか、ここだ、これロックレバーを、こうして、これね、この台座だけね引き出します。あ、そんなこと。でカメラの LCD モニターをチルトさせカメラ固定プレートに取り付けます。こう入ってたからこの状態だよね。でこうつける。でモニター落ちるとってことはちょっとこれ上げるってことらしいですね。あ、違う、その前にカメラ固定プレートのスライドバーを外側に引き出します。あ、これか、これしかないぞ。これこうね。でチルトさせてプレートに
取り付けます。多分ね、この三脚とかつけるこのネジネジの穴とここについてるこれネジネジ、裏から見るとこうなってるんですけど、これをくっつければいいんですけど、難しいなこれね。え、どういうこと。はい、10円玉とかあった方がいいっすね。コインが入りそうなくぼみになってるんですよ。とりあえずなんか良さそうな、ちょうど良さそうなコインがあったんで、20セントユーロ使ってみようかな。で、もう一回。入ってるのかな。あ、はまってる。あ、いいじゃん。プレートに取り付けました。で、スライドバーの、これだね、スライドバーの上部にある AF、MF 切り替えノブの位置をカメラのフォーカスモードセレクターに合わせ、スライドバーを内側に押し込みます。ここに、オートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替えるレバーが、カメラ側についてるんですけども、これをこの何、このカチカチっていうのがうまく引っかかんなきゃいけないんですね。これが、オートフォーカスとマニュアルフォーカスのこの爪の部分にうまく引っかかるようにセットしろっていうことなんだと思います。どうすんだこれ。これを回して、ちゃんと AF とオートフォーカスとマニュアルフォーカスのノブが動くことを確認できました。で、これさ、チルトさせたのって元に戻していいのかな？え、戻んない。嘘、戻んないっすよ。ズームフォーカスギアの干渉を避けるため、ズームフォーカスギアリリースレバーを手前に倒しておきます。これのことは、このグレーのやつ、ここについてるグレーのやつを倒しておく前、こうか。あ、わかりました。今ズームフォーカスギア、これがズームフォーカスギアになってるんですけど、このグレーのやつを前に倒したら、ちょっとこっちに飛び出たの分かりました。そうするとここがフォーカスとか、ズームギア、歯車みたいになってるのがこのフォーカスレンズにつけるんですけども、この歯車みたいなやつがこっち側にちょっと避けるんですよ。よっ、避けたの分かりました。ちょっとこっちに避けましたよね。レールに避けたよ。いいのかな。
ダメだ。なんかうまくはまんない。あのなんだっけ、ストロボをの電気信号を送るための機械なんですけど、変な風に固定されてますね。これが邪魔なんだ。え、多分取っていいよね。多分取っていいですよね。これでいいのかな。カチャンとも何も言わないから怖いね。怖いっす。あっ、すこいった。はい、フォトシューコネクタをカメラ本体のアクセサリー周に差し込み固定します。これ、あ、ホットシューコネクタっていうのね。はい、こうか。いった。あ、おお、こうか。こう、ガチャで、ハウジングを閉めます。いや、ま、ほんとこれ浮いたまま閉めていいのかよくわかんないんですけど、閉めてみます。これをプリスアップしましょう。これ、このピックみたいなやつ使います。これ、あ、白い。ノーティカムのシリコングリスって白い。知らなかった。で、くるくる、ちょっとたっぷりめによく塗り込んで、全体に行き渡らせるように。で、オーリングをはめ込んでいく。ほい、ハウジングを閉めます。閉めてみます。これ浮いたままで本当にいいのかめっちゃ気になるんだけど、閉めてみますよ。わかんない。できました。とりあえず閉まりました。とりあえずここ中のモニターが浮いてるのはなんか今のところ問題なさそうなんで、このままとりあえず続けてみたいと思います。で、実は私バキュームリンクセンサーっていうのをつけてまして、ここなんですけど、ここから空気をシュコシュコシュコって抜く器具があるんですよ。こんなやつ、こんなあって、これで空気を抜いていくと中が陰圧になって、その圧が一定に保たれてればきちんと密閉できてますっていうシステムを、オプションなんですけどもつけたんですよね。なので今からここにポートをつけてから最後に、これを使ってきちんと密閉できてるってことを確認できたら、このモニターが浮いてるのは問題ないっていうか、まあこういうもんなんだなっていうことでいいのかなと思います。じゃあ早速ポートをつけていってみましょう。わー、楽しみだ。